記念に、は、松本清長の短編小説。小説新潮1978年10月号に、清長短編新集第8話として掲載され、1979年12月に、短編集、因果の飾り収録の一作として、新潮社より刊行された。1986年にテレビドラマ化されている。銀行員の寺内良次は、 鉄鋼会社勤務の福井滝子と交渉を持っていた。滝子は領事より4つ年上だったが、離婚歴があった。領事の兄は弟に、滝子と別れるよう説得してきた。領事は兄にも両親にも被したまま、滝子との関係を続けた。滝子は、姉さん女房のように奉仕し、毎朝、駅のホームで領事の昼弁当を手渡した。 タキコの心遣いが、次第に領事の重荷と感じられるようになった。が、優柔不断な領事は、タキコとの間を清算する決断がつけられなかった。やがて兄嫁から領事に見合い話が来た。領事は縁談に同意する。領事から話を聞いたタキコは、結婚を祝福した。領事とタキコの間はそれで最後となるはずだった。しかし、ドラマタイトル、記念に、 関西テレビ制作、富士テレビ系列で1986年5月5日22時2分から23時24分に、松本成長サスペンスインカの飾りの一作として、放映された。第2回文化庁芸術作品賞受賞作品。視聴率16.2%。ありがとうございます。